新曲地獄編の挿絵ペトロの目視録とは、使徒のペトロによる天国と地獄の旅についての新約聖書の概典である。原点はギリシャ語で2世紀前半に成立したと考えられている。エジプトのアフミリムの墳墓からエノク書のギリシャ語版と共に発見された。著作全体を含むものはエチオピア語とアラビア語で書かれているものしか残存していない。 ナグハマディ写本にその一部が含まれていた。グノーシス派の同名の別文書については、エン・ナスティック・アポカリプス・オブ・ピーターを参照。かつては非常に重要とされた文書で、2世紀末から3世紀末にかけて活躍したアレクサンドリアークレメンスはこれを引用しており、5世紀のパレスチナ教会では復活祭直前の金曜日の礼拝に朗読された。 また2世紀末から3世紀初頭に編まれたとされる村鳥断片にも聖典の一つとして挙げられている。使徒ペトロが他の弟子たちと共にキリストを囲んで座っていた時にこうた願いに応じて、キリストが終末における彼の再臨、それに伴う死者の復活について掲示したことを伝える。キリストは終末の前兆として彼の名を語って、 民衆を惑わす偽預言者の出現を指摘する。また、週末には死者となっている者は生き返らせて、神の前に引き出されて、生前の諸行を裁かれ、悪人と断罪された者は永遠の責めを受けるべく、地獄へ送られる。悪人は罪状に応じていくつかの組に分けられ、それぞれ別の場所で、別々の刑罰を受ける。この文書ではこの様子が精密に描写されている。 そして、キリストは、偽人たちが、どのような扱いを受けるかを対照的に掲示し、彼ら偽人たちの住みとして約束されている天国を見ることも、弟子たちは許される。そこの住人として、モーセイやエリアが彼らの前に現れる。中世において、ペトロの目視録の世界像は、少なからずの影響を及ぼし、ダンテの新曲の地獄編は、これを参考に書かれている。 ありがとうございます。